白白教事件を報じた形状に一方の、号外白白教事件の判決を報じた、形状日報の記事白白教事件は、日本統治時代の朝鮮に存在した、カルト教団、白白教によって314人が、大量殺人された事件。1937年2月16日夜、朝鮮系軌道形状不可王十里町で、宗教絡みの乱闘騒ぎが起き、 所轄の軽機動警察部東大門警察署が関係者を取り調べたところ以前に殺人事件を起こして自滅したカルト教団白道教が新たに白白教として復活し刑場に根を下ろしていることが発覚した2月26日日本政府によって白白教幹部約150人が検挙された東大門警察署は 翌2月17日に、刑場のアジトを吸収し、信者ら約80人を検挙したが、肝心の、第2世、大本人こと教祖の全竜会を取り逃がしてしまった。その後も、信者の検挙が、相次いだが、全竜会は依然行方をくらませていた。続々と検挙された信者は、教祖の居所について、何一つ話そうとせず目標を貫いた。 教祖の秘書に至っては、検挙時に自殺を図り、慶城帝国大学医学部付属病院に担ぎ込まれる始末であった。3月6日、信者の R 兄弟が観念し、教団が起こした殺人事件について語り始めた。R 兄弟の供述によると、一斉検挙後の2月21日、慶喜堂、陽太ラ軍の自宅に、全流会が現れ、主職の教王が命じられた。 その際、全竜会は自分たち兄弟に預けられていた。全竜会の目掛け三人を別室に呼び出して、全員殺害した。その後、穴を掘らされて三人の遺体を埋めた。という。そして R 兄弟の供述通りに三人の遺体が発見され検視が行われた。その結果、殺しの手際の良さなどから追い詰められた挙句の切な的犯行ではなく、 常日頃から常習的に殺人を繰り返していた疑いが強くなった。他の信者を追求したところ、次々と教祖の殺人を供述し始め、捜査官を立然とさせた。警察は山狩りを実施して、教祖の謙虚に全力を尽くすとともに、被害者の遺体発掘が並行して行われた。判明しているものだけでも三百九人が殺害された。四月七日、 全流会の自殺死体が発見され、白白教は事実上壊滅した。4月13日に当局によって差し止められていた記事掲載が解禁となり、世間を震撼させた。1940年4月5日、慶城地方法院は幹部ら12人に死刑、3人に無期懲役、9人に有期懲役を言い渡した。AB、韓国の大型殺人事件。 中央日報。http コロンスラッシュスラッシュジャパニーズドット .joins.com スラッシュアーティクルスラッシュアーティクル .html エードイコール109392アンドサーブコードイコール400アンドセクトコードイコール430二千十年6月3日閲覧今日の歴史連合ニュース https メガロドン .jp 2009-0323192957ジャパニーズヤムハッピーニューズ CO KR、ミスク2009-02-06 90億 AGP 二 K 90兆2060億380万882 HTML ありがとうございます